もうすぐ試合が始まるね。準備はいいかい？うん、いい目だ。さあ、行こう。なんだって。フランス国際ジュニアユース大会が中止？キャプテン！大変か？俺がサッカー部キャプテンの松山だ。緊張してるんじゃないか？いきなりだけど、ちょっと君の実力を見てみたくてね。順が抜かれた。新しい俺たちの目標、王者として全ての相手に勝ち続けることだ。サッカーに年齢は関係ねえ。大事なのはチームの勝ちに貢献できるかどうかなんだ。結構やるみたいだな。覚悟しておくたい。本当に大丈夫なのか？俺は決して負けない。君のこれまでの活躍、しっかり見せてもらったよ。今日は思い切り勝負をしよう。